CSI ロゴ、サイコップは、1976年にアメリカ合衆国で結成された国際的な非営利団体で、超常現象や疑似科学に対して科学的な調査、批判を行うと謳っている。2006年に団体名を CSI に変更した。設立者は、ニューヨーク州立大学バッファロー校のポール・カーツ教授ら。現在、科学者、ジャーナリスト、記述士、 作家などの著名人を含む多数の会員を抱えている。機関紙、スケプティカル・インクアイラーを発行して、頂上現象に関する調査と反論を行っている。世界各地の同種の団体とも、お互いに、緩やかな協力関係にある。ポール・ファイヤー・アーベントは、自著自由社会の科学において、 チーコップの設立時のマニフェストというのは、まるで教皇インノケンティウス発生が1484年に、だし、魔女狩りのきっかけとなった教書のようなものだ、という論調で扱った。会議派のガーディアン紙の記者ですら、チーコップロンドンの会合を取材した時に次のように、書いた。考え方が異なるグループに対する非ような態度というのも、ここまで極端になると、 嫌王の対象でしかない。チーコップの有力メンバーらは、調査の原則というものを、風向き次第で自分勝手にガラリと変更してしまっても、平気でいるらしい。サンデータイムズ紙も、次のような論評を掲載した。この機会な委員会、チーコップの主張に対する、科学的調査こそが必要だこの一覧は、CSI の会員一覧などをもとに作成された。個人なども含む、 ありがとうございます。